IOHK の CEO であるチャールズ・ホスキンソン氏は、最近のインタビューで、ビットコインが世界の準備通貨となる可能性について疑問を呈しました。暗号の王者は先発者としての優位性を持っていますが、そのエネルギー消費の増大が中央集権の拡大に寄与することになると思われます。より効率的な代替手段がある以上、エネルギー集約的なプロセスを使う意味はないと、ホスキンソン氏は考えているようです。ホスキンソン氏は、希少性が生産コストの高さに由来するという主張を信用しておらず、実際に派遣資産の金融政策とその効用にのみ由来すると主張しています。絵画を制作するとき、一方は手で描き、もう一方は機械で描いたとします。どちらも同じように見え、どちらも同じ需要があるとすれば、一方を作成するのに1000倍の労力を費やしているだけです。デジタル標準は、スマートコントラクト、メタデータの標準、1秒間に数百万件の取引を達成できる高いスルーフットを持つシステムを提供しなければならないでしょう。ビットコインは今、これらのいずれも提供できていませんが、確実に進化すると予測しています。またホスキンソン氏は、カルダノのようなプロダクトが世界の準備通貨になる能力を持つことは、不可能ではないとも述べました。照明スイッチのようではなく、ホスキンソン氏は、アメリカの国家債務が増加し続ける中、人々は異なる通貨基準に逃げ込み、脱ドルが起こり続けると予測しています。国民国家が、何を必要と感じているかということに帰着するでしょう。それでも、彼は国民国家が一夜にして米ドルを下落させることを期待していません。照明スイッチのように、突然ドルから離れるのではなく、それはグライダーのようなものでしょう。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。